どうもこんにちは、DOD お兄さんです。どうもこんにちは、まさやんです。いやいいですね、お兄さん。バイクでキャンプ憧れるな。やっぱりね、キャンプで来てこうやって、ゆっくりしてるとね、すごい気持ちいいよね。車とかでキャンプはするんですけど、なんかバイクって積載が限られるじゃないですか。だからいつも僕が持ってるキャンプ道具持っていけないんですよ。確かにね、無理かなと思って諦めてて。諦めるのはまだ早いよ。ここにあるキャンプ道具、実は全部バイクでの積載を考えられたライダーズシリーズっていうシリーズで、DOD から展開されてるやつで、ここにある製品全部入れてだいたい5万円5万円あれば揃うようなセットになってます。これ僕でも買えますね。なんでこれからバイクで一式バイク持って、普段は日帰りのツーリングとかしてるけど、キャンプツーリングいつかしてみたいなってそう思ってる人に向けておすすめのセットになってます。まずこのテントからちょっと説明してもらってもいいですか。実はワンタッチで立てれるツーリング用のテントなんですよ。ワンタッチで紐を引くだけでバンって立って、ダブルウォールって言ってすごい中が快適になるような仕組みのテントになってます。じゃあめちゃくちゃ簡単に立てれるんですね。そうなんですよ。簡単に立てれるけど快適で、バイクに収めれるような長さになるっていうテントになってます。こんだけ大きさあってなんかコンパクトになるんだとすごくいいですね。そうなんですよ。これ実は発売してから結構長い間たくさんご意見をもらいながら改良を重ねてきたテントなので、実は風抜けがいろいろ改良されてきたり、簡単でコンパクトになる、だけど快適で細かいところにいろんな工夫がされてるっていうテントで、ツーリングする時にやっぱり雨が急に降ってきたら荷物の逃げ場所が欲しいとかっていう意見もたくさんいただいたんで、前室寝室以外にここに入れるような場所がかなり広く取ってるので、荷物を雨が降ってきても逃がすことができたり、そういうところまで考えられてる。なのにバイクに詰めるっていうことが考えられたライダーズワンタッチテントという製品です。これだけあれば、救急に詰めれば2人でも寝れるし、1人だったらゆったり過ごしていただけるというようなサイズ感になってます。中に荷物置いてもそんなに窮屈じゃないんで、ツーリングはもちろんだし、日帰りの1泊のツーリングだけじゃなくてロングツーリングでも使えるような頼もしいテントになってます。これ一つ持ってたら間違いなさそうですね。間違いないですね。次多分寝るところが、僕が持ってるやつが結構積載をすごい取ってしまう、幅を取ってしまうもので大きくて持ち運べないんですよ。なんかそういうのを解決した製品ってありますか。それだと結構寝袋ってかさばる、寝具の中でかさばるアイテムだと思うんだけど、ダウンシュラフ、化学繊維のものが安いものだと多いんだけど、ダウンでできたシュラフを使うとすごくコンパクトに圧縮することができるんで、ダウンシュラフがおすすめです。DOD から3シーズンでいうと春夏秋、ぐらいの使うイメージでいうとジミニーシュラフという製品が出てるんで、もうおすすめです。ダウンなんであったかいですよね。なんで、ちょっと冷え込む時、春先とか秋口って思ったよりも山の方のキャンプで行ったら冷え込むで、夜一睡もできなかったっていうこと結構あるんだけど、これ地味にシュラフ、ちょっとスペックのあるダウンシュラフを持っておくとちょっと冷え込んでも安心、かつダウンなのであったかいんだけどすごくコンパクトになると、こういうところで、これ価格とスペックの、バランスを取った地味にシュラフという製品があるんで、これを持ってったらバイクでも無理なく積載できるんじゃないかなと思います。なんかツーリングがちょうどいい時期ってより結構冷え込むイメージがあるんですけど、これあったら最高ですね。そうですね。真夏だけっていうことであれば、もっと安いものを軽いブランケットとかでも事足りることもあるんだけど、やっぱりバイクのいい時期にっていうことを考えたら、これぐらいのスペックのものを持ってると安心かなというところです。なんか寝具で結構なんか下がゴツゴツした岩場だったりとか、なんかあんまり安定しないところであんまり寝つけなくて、僕、なんかやっぱりそのマットみたいなものを持っていきたいんですけど、結構かさばるじゃないですか。そうですね。なんかすごく迷ってて、扱いがしやすいというところで言うと、外寝の誘いというマットを自動膨張式で、キャップを開けるだけで空気が入ってくるっていうマットがあるんで、まあ、それを積んでいくっていうのが結構使いやすいかなというので、外根の誘いの S サイズ、これねソロ用のS サイズっていうのがあるんで、ファミリー用の M サイズ L サイズっていうのもあるんだけど、 S サイズをツーリングで持ってってもらったらいいんじゃないかなと思います。でまあ、そこそこ分厚めに作られてるんで、多少下がデコボコしてても快適に寝れるというところで、こういうエアマットっていうのも一つシンクとしてありかなと思います。エアマット、いろんなエアマットだったりベッドだったりいろいろ種類があるんだけれど、まあ、何かしら下に敷くものっていうのは用意してもらった方がというか、もうほぼ必須と考えて、もらった方がいいと思います。夜やっぱり快適に寝れないと次の日のツーリングもしんどくなっちゃうんで、ぜひ寝具もしっかり考えてみてください。エアマット持っていけるのと安心ですね。そうですね。空気の層でね、やっぱり地面からの間をちょっと開けてあげることで、そうですね、結構快適に寝れますもんね。断熱っていう目的もあるんで、冬ちょっと寒い時だったら下からの冷えっていうのも軽減されますね。S サイズっておっしゃいましたけど、S サイズってどんなもんですかね。僕身長170センチちょうどぐらいなんですけど、長さで言うとそんなに身長って関係なくて、幅が S か M か L かっていう3サイズの展開があります。キャンプ用で言うと、まあ腰から頭までしっかり覆われていれば、足先が出てもそんなに気にはならないんで、ちょうどいいサイズにできてます。まあ、こんな感じで見てもらったら、普通の感じで言うと、長さで言うと192あるんで、十分だ。寝転んでるとそんなにはみ出たりとかっていうことはないと思います。このチェアってコンパクトサイズになるんですかね。これもね、実はすごくコンパクトになるようなサイズ感になってます。なんでこれもバイクに積んでいくのにちょうどいいようなスペックです。まあ、バイクに積めるけどこんだけゆったりできるっていうところが大きな特徴なので、ぜひこれでゆっくり過ごしてもらって、ちょっとご飯の時もそうだし、夜ゆっくり星見てもらったりとかっていうリラックスタイムをチェアで過ごしてもらえればいいんじゃないかなと思いますね。こんなにちっちゃかったらリュックサック入りますね。そうですね、リュックにも持ってってフェスとかに持っていかれる方も多いので、ちょうどいいですね。ツーリングにもおすすめです。このテーブル、はい、すごいしっかりしていますね。そうですね、ここ実はハードタイプで中に板が入ってます。これ、ね、外側布なんで弱いんじゃないかなって、見えるかもしれないんですけど、中にハード天板が入ってるんで、しっかりしたテーブルになってます。なおかつツーリングで持っていけるようにコンパクトに収納できるっていうライダーズテーブルという製品です。僕いつも車でキャンプ行く時とかはグッドラックテーブルを使ってて、あれすごく便利なんですよ。やっぱり収納があるっていうのが大きくて、なんかこういうちっちゃいテーブルだと収納がないのが結構困ってて、なんかほんとちょっとした作業台だけかなっていうになっちゃうんですけど。ライダーズテーブルだとね、下に実はメッシュストレージがついてるんですよ。今ね、グローブが入ってるんですけど、グローブが、ここに入ってるようなメッシュのストレージがついてます。あと横にカラビナフックが実はついてるので、ここで食器かけていただいたりすることもできます。あとソフトクーラー。まだある。実はね、後ろにあるソフトクーラーも入れて予算5万円。これですか？そうですね。っていうような感じになってます。これもツーリングで使えるような薄型のソフトクーラーなんで、食材を入れたり、冷たいドリンクを入れたり、っていうことができるようになってます。これクーラーボックスなんですね。そうなんですよ。クーラーバッグ。クーラーバッグですね。すごいなんかちっちゃいですね。そうなんですよ。コンパクトでいいですね。バイクにいろいろ積載して最後に上にそれ乗っけてもらったら、積載もそんなに圧迫しないし、上から後から食材買ってもその中に入れたりとかできるっていうような仕様になってます。なんかここら辺とかなんかいっぱい D 管がついてますけど、そうなんですよ。これってどうやって使うんですか？やっぱバイクによって積載の方法っていろいろあると思うんで、D 管いろんなところにつけてます。なんでさっき言ったみたいにいろんなテント積んだ上に最後に乗っけるっていうスタイルの人もいるだろうし、このまま直でつけるっていう人もいるだろうし、いろんな付け方でできるように D 管をいろんなところにつけるんです。これじゃあ積載の最後にこれ乗せて、なんかスーパーで買い出しをしたお肉とかを最後これに詰めるみたいなのができちゃうってことですか？そうですね、最後に入れとけばね、上で簡単に入れますね。こっち側に保冷剤を入れて上から冷やすっていうのができるようになってます。缶ビールとかを冷やしたいってなってもすごいちょうどいいですね。そうですね、ビールちょうど入るように設計されてるんで、ビールを入れて、お肉のパック入れたらちょうどソロキャイナーのセットになるんじゃないかなと思います。ザ男飯です。そうですね、これだけあったらもう十分な贅沢なキャンプツーリングができそうですね。そうですね、いろいろ工夫して、これ積んでもらえればキャンプ場の時間充実してくると思うんで、いろいろ自分のスタイル、バイク、いろいろ積載の量とか、人によっていろいろだと思うんですけど、この一式まずは参考にして、キャンプ道具選んでもらったら、間違いないんじゃないかなと思います。お兄さん、同じセット買います。ありがとうございます。ぜひね、これでいろいろツーリング行って、最後は北海道を目指してほしいですね。北海道ですか？北海道のね、一周楽しいんですよ。あ、本当ですか？いやー、夢あるな。北海道でキャンプツーリング。最高ですね。これ買っていきます。ぜひ、目指してみてください。ありがとうございました。